リュッツェンの戦いは、30年戦争中の1632年11月16日に、ドイツのライプツィ避難西リュッツェン近郊において、グスタフ2世やドルフ率いるスウェーデン軍及び、ドイツプロテスタント諸公の連合軍と、アルブレヒト・フォンバレンシュタイン率いる、新生ローマ帝国軍との戦いである。しかし、この戦いで、スウェーデン王、グスタフ・アドルフは戦死、 イゴスウェーデンは参戦当初の勢いを失い、2年後のネルトリンゲンの戦いの敗北によって30年戦争における主導権を失った。この戦闘におけるクスタフ・アドルフの死と2年後のバレンシュタインの暗殺によって30年戦争は膠着状態に陥ることになった。レヒ側の戦いにおけるティリー博の死によって神聖ローマ皇帝フェルディナント2世により、 皇帝軍司令官に復帰したアルブレヒト・フォン・バレンシュタインは、わずか3ヶ月で4万人を超える大量の傭兵を動員し、劣勢だった皇帝軍を立て直した。スウェーデン軍を中心とするプロテスタント軍はニュルンベルクへ進み、皇帝軍に対して決戦を挑もうとしたが、バレンシュタインが野戦陣地を敷いて、これを迎え撃ったために膠着状態に陥った。 プロテスタント軍は何度か強襲を仕掛けたが、その度に撃退されて、戦果を上げられず、兵糧の不足にも悩まされたため撤退した。スウェーデンの参戦以降、連勝を続けてきたプロテスタント軍にとっては、初めての敗北であり、軍事的損害は大きくなかったが、政治的なダメージは深刻だった。日和見を続けていたドイツ諸公が、皇帝軍支持に傾いたからである。 バレンシュタインは、この勝利を生かすべく、ザクセンへ兵を向けた。ザクセン選定校、ヨハンゲオルク一世は、グスタフ・アドルフのドイツにおける、勢力拡大を恐れ、皇帝との講和を考えていた。それゆえザクセンを攻撃すれば、早期に講和を申し出てくる可能性が大きく、プロテスタント陣営から、有力な勢力を離脱させられるとバレンシュタインは、考えたのである。 皇帝軍の作戦進行に対し、グスタフ・アドルフは救援のために軍をナウムブルクまで進め、キャンプを張り始めた。ライプツヒに本営を置いていたバレンシュタインは、すでに厳冬期に差し掛かっているため、プロテスタント軍はナウムブルクでそのまま東泳に入り、これ以上軍を動かすことはないと判断した。そこでバレンシュタインは、パッペンハイムに一軍を与えて、モリッツベルクへの攻撃に派遣し、 自身は、残りの軍を率いて、ライプツヒとナウムブルクをつなぐ街道の途上にある、リュッツェンエイドし、氏、11月14日に、同地へ到着した。しかし、皇帝軍の分割を察知したグスタフ・アドルフは、弱体の間に決戦を強要すべく、バレンシュタインの裏を書いて、強行軍でリュッツェンへ向かっていたのである。プロテスタント軍の接近を知ったバレンシュタインは部隊を展開させて、 野戦陣地を敷くとともに、直ちに軍を返すようパッペンハイムに急死を派遣した。11月15日の夜更け、プロテスタント軍は、立戦に到着した。皇帝軍がすでに陣地を築いているのを見た、グスタフ・アドルフは、強行軍で披露した部隊で強襲をかける具を悟り、パッペンハイムの援軍に攻撃されることを警戒した、ため、街道を挟んで皇帝軍と平行に陣を敷いて、退治した。 同日深夜、バレンシュタインからの一報を受け取ったパッペンハイムは、急遽騎兵のみをまとめ、本隊と合流するために引き返していた。この戦闘に参加した両軍の戦力及び夫人は、以下の通りである。グスタフ2世、アドルフ。プロテスタント軍の、総司令官プロテスタント軍プロテスタント軍は、不評戦列を2列に並べ、その両翼に騎兵を配置した。 不評戦列の前方に重砲を置き、残余の警報は、戦列の隙間に、重兵の文献隊と共に配置した。総司令官のグスタフ・アドルフは右翼に位置して、騎兵隊の指揮をとり、左翼の騎兵隊は、ベルンハルト・フォンザクセンバイマル。中央の不評戦列の指揮は、前列は、ニルス・ブラーエ、後列は、ドド・フォンク・ニップハウゼンが取った。スウェーデン軍の戦闘体系は、 球体のテルシオではなく、数個中体で形成された大体と、大体をいくつか組み合わせた旅団で構成されていたため、大列の広さに比べて、重列の厚みは薄く、その分火力と柔軟性に優れていた。バレンシュタイン。皇帝軍の総司令官皇帝軍バレンシュタインは、街道沿いに塹壕を掘らせて、重兵を伏せさせてその後方に、不評戦列を並べ、騎兵は両翼に配置した。 右翼の風車の丘に警報14門を配置し、残余の大砲は不評戦列の正面に配置した。総司令官のバレンシュタインは風車の丘で指揮を取り、左翼の指揮はヘンリク・フォン・ホルクが取った。バレンシュタイン軍もスウェーデン軍と同様に不評の応列を減少させ、旅団規模の戦闘体系を取っていた。1632年11月16日の 両軍の夫人。北側が皇帝軍、南側がプロテスタント軍。1632年11月16日、この日は早朝から霧が濃く、午前中は両軍ともに行動できなかった。午前11時頃、ようやく霧が薄れてきたので、グスタフ・アドルフは攻撃開始を命令した。法律が火蓋を切ったのを合図に、プロテスタント軍は前進を開始した。 まもなく、プロテスタント軍中央の不評は残豪を突破し、皇帝軍の不評戦列を押し込んで陣地に踏み入り、大砲を奪い取った。これに対し、バレンシュタインは自ら騎兵を率いて援護に駆けつけ、プロテスタント軍中央を押し戻して、大砲を奪還した。プロテスタント軍左翼は、風車の丘からの皇帝軍の砲撃によりほとんど前進することができなかった。 グスタフ・アドルフ式のプロテスタント軍右翼だけが皇帝軍左翼を圧倒しつつあった。中央の攻撃が失敗したとの報告を受けた、グスタフ・アドルフは、自ら騎兵の一部を率いて、中央の援護に回った。しかし、戦場を追う霧と、荘園自身の禁願のために、グスタフ・アドルフは、少数の護衛兵と共に敵中に突出してしまった。皇帝軍の騎兵が襲いかかり、 グスタフ・アドルフは腕を撃たれて負傷。護衛兵と共に交代しようとしたが、皇帝軍騎兵の突撃による乱戦に巻き込まれて戦死した。背中に銃弾を受けて落馬したところを、ピッコロミーニシキの騎兵によって頭を打ち抜かれたという。ところがあまりの視界の悪さのために、両軍ともグスタフ・アドルフの死を直後には察知しておらず、そのまま交戦を続けていた。 騎兵の援護を得たプロテスタント軍中央の不評は、皇帝軍中央に対して、猛攻を加えたが、皇帝軍の砲兵と不評の射撃、騎兵の突撃によって撃退された。プロテスタント軍は諦めず、その後も何度も攻撃を仕掛け、中央では、陣地と大砲の奪い合いが続いた。パッペンハイム。5度にわたって、騎兵突撃を完工した。午後2時、パッペンハイム率いる。 騎兵隊が戦場に到着、劣勢に陥っている皇帝軍左翼を援護するために、プロテスタント軍右翼に向けて突撃した。これを見たバレンシュタインは、あれぞ我らがパッペンハイムだ、と叫んだ。パッペンハイムは5度にわたって突撃を観光し、プロテスタント軍の攻勢を頓挫させて、皇帝軍左翼の劣勢を立て直すことに成功した。しかし、 プロテスタント軍右翼は堅固であり、これを撃破することまではできなかった。午後3時、5度目の突撃の際に、パッペンハイムが銃弾を受けて負傷し、後方に送られると、騎兵の突撃は停止した。パッペンハイムは、戦傷がもとで、翌17日に死亡した。この頃には、グスタフ・アドルフ戦士の噂が戦場を駆け巡り始めていた。 プロテスタント軍は一時的なパニックに陥り、前線の部隊は後退しようとした。階層の一歩手前の状態だったが、序列3位の指揮官であるクニップハウゼンが冷静になるよう全軍に呼びかけ、崩壊を防ぐことに成功した。午後3時、序列2位の指揮官であるベルンハルトは、グスタフ・アドルフの死を知り、全軍に指揮権の掌握を宣言した。スウェーデン最であるオクセンシェルナも、直ちに、 ベルンハルトを補佐し、戦闘を継続させた。ベルンハルト、指揮権を継承し、皇帝軍を撤退に追い込んだ。午後4時、プロテスタント軍は、最後の突撃に移った。ベルンハルトは、グスタフ・アドルフの死を全軍に伏せていたが、おそらく指揮権が移動した時点で大半の将兵は、王の死を悟っていたと思われる。プロテスタント軍は、グスタフ・アドルフの仇を取るべく猛烈な勢いで、 突撃を仕掛けた。皇帝軍もこれに応戦し、両軍ともに多大な死傷者を出した。しかし、最終的には、プロテスタント軍の勢いが勝り、皇帝軍を圧倒して、中央陣地を制圧し、すべての大砲を奪い取った。左翼、右翼も同様な状況であり、指揮の衰えた皇帝軍は全戦線で交代した。午後6時。 パッペンハイム軍の後続の不評約3000から4000が戦場に到着した。すでに日は落ちて敵味方の識別が困難になっていたためバレンシュタインは彼らを戦闘に参加させなかった。この頃には同様の理由からプロテスタント軍も攻撃を停止していた。翌17日早朝、バレンシュタインはパッペンハイム軍の不評に交代の援護をさせ、 全軍にライプツヒまで撤退するように命じた。整然とした撤退につけ入る隙を見つけられず、また一時の勢いも失われていたため、プロテスタント軍は追撃をしなかった。こうして、リ戦の戦いは終わった。皇帝軍が撤退すると、プロテスタント軍は、グスタフアドルフの遺体を探した。王の遺体は、折り重なった遺体の間から発見され、その体からは、 シャツ以外のすべての装備が奪い取られていた。この日着用していた黄色のバフコートは戦利品として皇帝のもとに送られたが第一次世界大戦後にオーストリアからスウェーデンに返還された。この戦闘における両軍の死傷者及び行方不明者は9000名を超えた。皇帝軍は戦場にすべての大砲を残したまま撤退し、プロテスタント軍はそれらを捕獲した。 戦術的に見れば、皇帝軍の陣地を制圧し、すべての大砲を奪い、さらに撤退に追い込んだという点で、プロテスタント軍の勝利と言える。戦略的に見ても、このごまもなく、バレンシュタインは、ライプツィヒから撤退して、ボヘミアへ移動したため、ザクセンを脅威から救ったという点で、プロテスタント軍の勝利と言える。しかしながら、そのために、プロテスタント軍が払った代償は大きなものだった。 死傷者数を比べれば、約3000名の皇帝軍に対し、プロテスタント軍は2倍の約6000名を失っていた。特に、スウェーデン軍中央の損害が大きく、第一列に配置されていた青色連隊、黄色連隊は、兵員の3分の2以上が死傷したとされている。両部隊は、古参の傭兵で構成されており、スウェーデン軍の中核でもあったため、その損失は、 必然的に戦力の低下を招いた。また、黄色連隊の指揮官で、不評第一戦列の指揮官でもあったニルスブラーエは、この戦いで受けた傷が元で2週間後に死亡した。さらに11月29日、元ボヘミア王で、プファルツ戦帝抗、フリードリヒ5世は、グスタフ・アドルフの死の法を受け取って間もなく混沌し、ペストで死亡した。クリスティーナ・女王 父の急死によって即位した。何よりも大きな損失はグスタフ・アドルフの死だった。スウェーデンのみならずプロテスタント陣営にとっても王の死は致命的な喪失だった。スウェーデンでは急遽ドイツから本国に帰還したオクセンシェルナが若年のクリスティーナを女王に即位させ自身は摂政としてその補佐についた。またドイツへの対策として ハイルブロン同盟を結成して、プロテスタント陣営の結束を固めるとともに、フランスに援助の要請をして、グスタフ・アドルフキき後の軍の維持に努めた。軍の指揮は、ベルンハルトとグスタフ・ホルンが取ることとなった。しかし、旗印を失った軍の指揮は振るわず、皇帝軍に対して劣勢であることは否めなかった。その後のネルトリンゲンの戦いで敗北を喫すると、スウェーデンは、 完全に30年戦争の主導権を失った。そもそもハイルブロン同盟は、スウェーデンの強大化を望まない、フランスの妖怪によって、当初から危機をはらんでいた。劣勢を打開するスウェーデンの目論みは、フランスとザクセン公の接近によって破綻した。バレンシュタインはこの戦いで、グスタフ・アドルフを戦死させたが、それによって、彼の立場は難しくなった。もともとバレンシュタインが、 皇帝軍司令官に復帰したのは、グスタフ・アドルフという強敵に対抗できる将軍が彼しかいなかったからである。そのグスタフ・アドルフが死んだ以上、バレンシュタインの存在価値は低下せざるを得なかった。最終的にバレンシュタインは、フェルディナント二世によって1634年に暗殺されるが、この戦いによるグスタフ・アドルフの死は、その原因の一つと言えるだろう。 立戦の戦いはスウェーデンに多大な衝撃と影響を残したが、戦闘には勝利したこととグスタフ・アドルフの残した遺産によって、スウェーデンの大国時代を確立したことは重要な結果であった。この後、到着した30年戦争にカトリック国家であるフランスがプロテスタント側で参戦し、30年戦争は新たな局面を迎えることとなる。30年戦争当時、 神聖ローマ帝国では、グレゴリオ歴を使用していたが、スウェーデン及びドイツの諸地域では、ユリウス歴を使用していた。そのため、このルッツェンの戦いは、神聖ローマ帝国側の記録では十一月十六日、スウェーデン側の記録では十一月六日のこととされている。スウェーデンでは十八世紀にグレゴリオ歴を採用したが、グスタフ・アドルフの死亡した十一月六日はすでに、 記念日とされて長い伝統を持っていたので、現在でも16日ではなく6日がそのまま祝日となっている。ありがとうございます。